どうも、かおりです。今私は福岡空港に来ています。今回はここ福岡空港から北海道まで行ってみたいと思います。福岡空港は市街地に近く、博多駅からも地下鉄で約5分というとてもアクセスのいい場所にあります。この日は最高の飛行日和で、航空ファンの方がたくさんいらっしゃいました。昨年ぐらいからアナ国内線の一部路線で国際線仕様の機材が投入されているというのを知ったので、こんなチャンスはないかなと思って調べたところ、福岡新千歳路線を発見したので即予約しました。そして2日前にアップグレードでプレミアムシートに変更しました。プレミアムシートといっても国際機なのでビジネスクラスのシートになるので、非常にこれはお得かなと思います。新型コロナの影響で福岡空港も人が少なかったり、閉まってるお店とかがあったので、ちょっと寂しいかなというふうに感じました。私はよく福岡空港を使用するんですけど、以前はこんなに人少なくなかったかなっていうふうな印象を受けました。アナラウンジに到着しました。ここで搭乗手続きの方もできるんですけど、私はいつも搭乗手続きの方は先に済ませてからラウンジだけここに来てるんですけど、いつも間違って左に行こうとしてしまいます。搭乗手続きが済んでいるので、本当は右の方に行ったらすぐラウンジの方に行けます。ここがラウンジの入り口になります。ここでもいつも失敗をしていることがあるんですけど、奥の方がスイートラウンジで、手前の方が私が行くラウンジになるんですけど、いつも奥の方に行こうとして、係の方にこちらですと案内の方されてしまいます。ラウンジの方に入ってきたんですけど、やっぱり新型コロナの影響なんでしょうかね、人も少なかったです。おなじみのドリンクの飲み放題コーナーです。そしてこのビールの瞬間がとっても幸せです。今回の旅の目的なんですけど、基本的に私は道北、道東、道央、道南と行ったことはあるんですけど、今回の旅は定番の札幌に行き、富良野、美瑛、そこをメインで行きたいと思います。なぜここを選んだかというと、富良野も美瑛も何回か行ってはいるんですけど、まだ行ったことのないところを発見したのと、有名なラベンダー畑に行ったことがないんですよ。それなので今回はそこを十分に楽しみたいと思います。今回私が乗っているのはボーイング787-8、機材表記は 78M、 こちらになります。全席搭載のシートモニターもありました。搭乗してから全体像のシートを撮影しようと思っていたんですけど、すっかり撮影の方を忘れていたので、ホームページから写真の方をお借りしてます。全体像はこんな感じになります。これはですね、国内線のプレミアムシートよりかなりフラットに近い状態でしたので、すごく快適に過ごすことができました。もちろん USB とマルチコンセントも搭載されていました。そして寝ている状態でモニターの方を見るとこのような感じで見えます。電子シェードは5段階で調整可能になっています。景色を遮ることなく透過度を調整できるのが私にとってはすごく良かったです。
新千歳空港到着し、気温の方は25度ととても涼しかったです。これから JR で札幌まで向かってホテルに行きます。ホテルに着いてからは基本的に外には出ないで食事もルームサービスにして感染対策をしっかりしたいと思います。そして明日のレンタカー手配や行く場所のルートを決めたり、最終確認をしていきたいと思います。今回は福岡空港から新千歳空港編をお送りしました。次回は初のラベンダー畑や PA の旅をお伝えしていきたいと思いますので、次回もぜひご視聴よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。それでは次回お会いしましょう。